おじいちゃん釣れないんだ。こっちはもう2つ釣ったけどね。もう一匹釣ったらおじいちゃんに話しかけてみようかな。あれ釣れない感じかな。これ来た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 。大物だったな。タコはなんだなんだ、ちっちゃい。イカかな。ピヨーンと、なんだこれ、イカっぽい。お、白ギス29センチ。じゃあ釣れてるよこっち。それにいやいやいや釣れてますよ。それにしても釣れないの。釣れてるよこっちは。やっぱり楽しいな釣りは。海釣りか。いつも川で釣りしてるからハゼ釣りをよくやるんですけど、海釣りはそんなに経験がないから。海釣りも楽しいかもね。じゃあこっちで投げてみよう。ベニーシカニよいしょ。もうこれでカニ使っちゃったらもうカニのストップがないからな。カニ捕まえとこう。あとザリガニも餌になるな確か。来た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 。今日は休日出勤のお魚さんです。あ、なんだろうこれ。ほぼミノカサゴ。こいつ毒持ってるよ確か。釣りはなんかこう東北の海の波をこう見てるのが気持ちいいんだよな。それにしても今日はよく釣れるな。よいしょ、ちっちゃい、ちっちゃいな。シロギス、もう一匹釣ろう。なんかもうちょっとあれかな、やっぱり光の秘密の砂浜で釣った方のが大物来るのかな。よいしょっと、またシロギスかな。白ギスか。キスはやっぱり天ぷらが背開きで美味しいですよね。来た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 。お、竿がしなってる、竿がしなってる、しなってるしなってる。お、でかいんじゃないのこれ。よいしょ、でかい。来たー、50センチオーバー。あ、違う、40センチか。50センチオーバーだと夕食で出るんだよな。つか それにしても今日はよく釣れるな。夕食で釣った魚出してほしいな。もう釣れなくなっちゃったな。やーめっぴ早い早い巻くの早いな。さてと何時かな。3時半か。じゃあ潜ろうっと。よいしょーと。どうしても捕まえたいな。いるじゃん魚結構。ほっ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 ほ。魚捕まえ、捕まえ捕まえ捕まえ。ここら辺いっぱいいるな。あ、やばいやばいやばい。よいしょ。魚魚魚魚魚魚。このファフーっていう、このファフーっていうこの動作か。この動作で魚がそこにファッフーっていれば捕まえるのが、この手の、このファッフーっていう、この手の動作で、ファッフーっていれば、いればファッフーってやれば捕まえる。お前ズボン直してる暇じゃない。ファッフー、ズボン直してんな。これか。わかった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 。この動作で魚を捕まえられるんだ。まずはこの浅いところから、ファッフー、ファッフー。この動きで。この動きで。よっ、捕まえてない？今捕まえたんじゃないの？捕まえた？今捕まえた？捕まえてない？捕まえろって。魚を海に潜って素手で捕まえるっていう、この、僕くんの狩猟能力の高さはすごい。もういいや。ダメだ今日は。
あ、お姉さんがいる。そうだそうだ、カニを、カニ補充しとかないとな。おお、お、いたいたいた、早速カニゲット。やった、よし、これもカニかな、違うか。お姉さん夕方もそんなに焼くの。でも小学生相手にこんな格好しても張り合いがないね。どんな格好してんの、どんな格好なの。それにしてもこの川の名前は決めなくていいのかな。僕くん晩ご飯クイズ間に合うかな。いたいた、おばちゃん。よいしょ、おばちゃんと。ロク君、今日の晩ご飯は何だと思う。よし、晩ご飯クイズ間に合う。さて、どう何かな。野菜があって、あんまりか、イカか、あれイカだな、真ん中にあるの。イカとイカ、イカが見えたけど、今日メニューは何。あ、なんか晩ご飯、なんかハンバーグこねてるように見えるけど、ロック君、イカ、イカのなんかある。あ、イカリングあった、イカだ、絶対イカだ。当てちゃったな、これは。さてと、何時かな。あ、そういえば安子姉ちゃんに、あ、そうか、夜会いに行くんだ。あとは夜民宿の2階と、ひかりちゃんのうちの夜と。あとはテクテクと時間潰していくかな。ここら辺もなんかあるのかな。つやつや葉っぱに赤い花、一体何の植木だろう。黄色い花と白い花、ブロックの上に仲良く並んだ2つの植木鉢がある。ここら辺に王冠とかないかな。あ、ザリガニでも探しとくか。これ餌になるしな。よいしょ、やった、よし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 、中くらいのザリガニを見つけた。あ、そんなのがあんのか、大きさも。よいさよいさ、いないか、いやいさ、いないか、いやいさ、小神だね。いやいさ、そういえば奥沢の橋かかった時の先にいる狼じじいっていうのは何なんだろう。おい川、今日から君の名前はリトル川だ。え？え？以上。え？ゼック。そうか。船の中に登れんのかな。リトルが、おう、あ、お姉さんビキニじゃん。チラッチラ、そういうことなんだ。なんかあるかな、なんか王冠チックなもん。うわお、びっくりした、びっくりした今、ね、あ、バグってる。お姉さんと僕くんのグラフィック重ね。でも小学生相手にこんな格好しても張り合いがないね。いや、いいけどさ、その格好、こんなど田舎でその格好しても誰が通るの。年頃の男っつったらなんか不気味に急に現れるサイモンくらいしかいないけど。やった、よし、釣り餌いっぱいいるぞ。ん、今のはベニーシガニって出なかったけど。釣りの今イバガニって出なかった。あ、なんか後ろの背景がいっぱい豪華だな。
さかそこです川に塩かな漬け、あ飯だぜ、びっくりした、名付けるとはな。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、ご飯見てなかった。何だったのかな。さてさてさて、夜だぞ夜だぞ。まず民宿の2階に行くっていうのと、安子姉ちゃんの家に夜行くっていうのと、肩叩きでお金もらう、かつ晩ご飯クイズの答えを聞こう。さっとまずここで、おばちゃんに話しかける。できるだけ無駄がないように。いないだと。どこにいるの。とりあえず民宿の2階行くか。男湯、お風呂に入りたいところだけど、民宿の2階どこだろうな。このたまり場かな。いたいた、ここじゃないかな。ねえサイモンはなんでカメラマンになったの。うん、それはね、私のおじいさんは鉱山技師だったけど、仕事で使ってた古いカメラが家にたくさんあったんだ。古いカメラ、なんだ意外に平凡な理由ね。でもね、カメラってすごいよ。どういう意味。やっぱりジャーナリズムっていうか、真実を切り取る力ってこと。違う違う、ハイスクールを卒業した時、親に黙って古いカメラを売りに行ったら、ものすごくお金になったんだ。もう売っちゃったのかよ。あの時は気絶しそうだったよ。すごい台無しだったね、ヨシカお姉ちゃん今のは。あ、なんだ。わかった、そのお金で最初の自分のカメラを買ったっていうお話なのね。え、お金はグラスファイバーのサーフボールになったんだけど。サーフ、サーフィンするんだ。ダメ下向いちゃった吉川お姉ちゃん下向いちゃったよ。わ、え、ぶち壊していくな、サイモン。わかっ、会話一緒か。おばちゃんどこにいるんだろう。これなのかな、2階のイベントって。それともお風呂場。あ、おばちゃんいた、外にいた今。なんか服脱ぎ散らかすってあるけど、あ、あれがいるのか、子供たちが。いたいた。うちのお風呂広くていいだろ。いいね、うん、それだけかよ。どうやって下降りようかな。おばちゃんいるんだよな、そこに。何してるんだろう。朝顔のところにいるのか。あれ、9時になっちゃったよ。はよ行かねば。とりあえずおばちゃんに話しかけてと。いたいた。おじちゃん今日はよっぽど疲れてたみたいで、ご飯を食べたらバタンキューでした。バタンキュー、バタンキューって寝ちゃうことよ。今日の晩ご飯は栄養満点のシーフードカレーとアジの唐揚げでした。わかんなかった。じゃーん、外れでした。じゃーん。なお冷蔵庫の中には朝ごはんの材料も入ってるのか。今日の晩で、この会話をしたら多分あれかな、語った時にはここも入ってくるのかな。なんでここで夜風に当たってるのかな。とりあえず時間がちょっと危なそうなので、ひかりちゃんの家に行くまでのんびりで時間変えたいと思います。湖水、湖水技を使っていきましょう。夜とかザリガニいるのかな。ザリガーニいないか。
ザ・リッカーニーいないか。いないな。上に座ってんのかな。あれ？いない。なんだろう。よいしょっと。なんだろう。すごい変わった作りの家だけど、あれ何にもない。あれなんだなんだなんだ。まさかこっち？あれ違う、こっちはいないか。うちの玄関の方なのかな。おびっくりした。いた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 。あ、いた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 。みんないた。ねえ、明日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。夜会いに来ると明日の占いしてくれるんだ。じゃあまた。なるほど。でここは？え、びっくりした。おじいちゃん寝てるね。うん。今お姉ちゃんさ、おじいちゃんに念力送ってたんだ。え、どんな念力？こそこそ話。長生きしろ、長生きしろいつまでも達者で幸せに暮らしてくださいってね。安子姉ちゃんかわいいな。はあ、私ってこんなことでしか恩返しできないのかな。そうだ、安子姉ちゃんもなんか悩みを抱えてるんだよね。なんか母親のこととか。ここら辺も後々進展するんだろうな。大きな羽がついた不思議な形の建物を描いた油絵がある。風車だね。なんかすっごいおしゃれな家だな。ここ光の部屋か。机の上に年生の教科書がたくさん並んでる。勝手に入っていいのかな。おう、台所か。小さなガスコンロ、後ろにマッチの燃えかすがたくさん入った空き缶がある。まあ昭和の白熱、白熱？なんだっけこの豆電球の白熱球だっけ。あれなんだっけ、名前忘れちゃった。その光が温かい感じがする。クラシック流れてるんだもんな。遊びすぎた。のんびりでも間に合わなかったか、これ。遊びすぎた。剣棒どうしよう、これエリア変わった瞬間。剣棒、聞いてくれ、エリア変わった瞬間ゲームオーバーだ、これ。剣棒しかいねえよ、もう僕の気持ちを分かってくれんの。剣棒。どうどうどう、剣棒どうしよう。さあ、これエリア変わった瞬間。あ、まだ行けるんだ。よし、もうこうなったら一か八か夜の診療所。ここでタイムアップ。絵日記書いてお休みなさいしましょう。今日は何したかな。おばちゃん、おやすみなさい。奥沢のあれか、橋を架けに行くっていうのを書くのかな。あ、やっぱりここにしかない僕の顔。あ、違う、リトル川か。僕の名付けたリトル川。でもどういう意味なのかしら。これにはがっかりだよ。
よし、一日終わり。チョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、何作ろう。右手がグーで、左手もグーで、ドラえもん、ドラえもん。動画の更新告知はここをご覧ください。実写動画チャンネルを開設しました。ぜひチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。